で、なんですけど練習するぞ。はい、こんにちは。神殿整体師養成講座を主催している山崎です。この番組は、体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。今回も、バキネタなんですけども、今バキ道の中で相撲編なんですけども、ビスケットオリバーが、もうなんか当たり前にビスケットオリバーって言ってますけどビスケットオリバーが、飲みすくねを、こう持ち上げた時に相撲取り、あ、そうですね、はい、飲みすくねっていう、まあなんか古来というか最強の相撲キャラがいるんですけども、その人を持ち上げようとした時に全然持ち上がらなかったんですよ。でビスケットオリバーは、デッドリフト半トンぐらいを上げるっていうふうに言ってるから普通に言ったらまあ百何十キロとか200キロぐらいの人やったら持ち上げれると思うんですけど、それが全然持ち上がらなかったっていうふうになってて、でもう一個そのシーンがあって、相撲と戦ってる総合格闘家が相手の足取りをした時に持ち上げようとしたら全然上がらなかったんですよ。でそこで言った別の、力士の一言が、それは無理だと、ウェイトリフターでも力士は持ち上がらないよって言ったんですよ。でこれってなんていうのか、物理的な重さと、この感覚的な重さって結構違うんかなと、僕もやっぱこの体の使い方をしてたら感じるようになってきたので、結構山崎さんはこういうところをちょっと再現してもらえるんちゃうかなって思って。了解、はい、やりましょうか。お願いします。はい、どれから、じゃあですね、相撲、そうですね、ちょっとシーンを再現していいですか。どうぞ。こういう状態なんですよ。この相手を持って、で僕がオリバー役やとしたら、で山崎さんがスクネ役やとしたら、こう上げるんですね。でここでこうグーって、一回さ、はい、腰落としてみて、はい、こうまあこうなってると、はい、行くで、はい、こうやろ、はい、こうやろ、はい、そうですね。でちょっとこう腰入れて上げてみ、はい、いきますね。上げるのも下手やな。かけないじゃん。なんでさっき俺上がったやろ。はい。こうやろ。はい。で腰落としといてや。そうですね。はい。こうやったら、そうそう、もうちゃんと落としといて。はい。はい、上がらないの。はい。こうやって上がるやろ。ちょっとやってみ。こうみたいな。はい。行きますか。で、落として。おお、やっと上がったね。はい、で、はい、これで、はい、上げてみて。はい、行きます。はい。あっはっ、ちょっと待って、これ上がらないの。ちょっと再現していいですか。バックのシーン。どういうこと？僕オリバーの考えとしたら、こんな感じなんですか？これでいいか？で、なんていうんですけど、練習するぞ。いいですか？じゃあ、もう一回、いい感じで。上がらないの？今度、下げてみ、下げてみ。上がらないよ。お、いいね、いいね。お父さんの子供みたいなって感じやろ。だからこれがだから、下げるっていうのは、こう、こう落とせんか、でその時に何意識してる？とりあえずなんかその場にとどまろうっていうイメージがあります、ね。まずな、相手を感じなあかんね。ははは。例えばこう持つやんか、はい、ちょっと持ち上げてみて、はい、俺がこう下に踏ん張ろうとしてても、はい、こうちょっと浮くんやん、はいはい、だからこの触れてる場所あるやん、はい、この触れてる触ってるとこあるやん、はい、やってみて、ここに乗せてみる乗せてる、その触れてるところに触れられてる場所に体重を集めてる、そう、そっちっていう、まあどっちやけど、ほう、触れてるところに、触れてる、こう触れられてます、はい、こう持たれます、はい、でこの持たれてるところとかと関係ないところに体重を落としたら、はい、ちょっとやってみて、はい、こうなの、これは、いくよ、はい、で、触れられているところに感覚して、はい、そこに落とす、おい、なんか分かりてること、めちゃくちゃ重い、はい、だからなんか真下に落とすことが正しいわけではない、はい、ないですね、うん、これが、はい、じゃあさやな、持ち上げる、はい、やから足を持ち上げる、はい、片足、こう両手で持って、はい、片足を、はい、で、こう浮くやん、いきますね、はい、この下に落とそうっていう意識ね、はい、
下に落とそうやと奥にいますね。これはいける、うん、どっちかというとここの右足、はい、今触れられている場所に、はい、そこに集めようそこに体重を全部集めようと。これリラックスしてます。できるだけこれも芯にあります。柔らかいとこうやってその触られているところに感覚を集めていくって感じ。はじゃあ一回足やってみ。はい。で、まっすぐまっすぐ持って感じ。はい、うん、で普通に持ち上げる。はい。まっすぐ。まっすぐ。あこう。うん、うん、はい。で、はい。でこうやって。オッケー。行きますね。うん。これは耐える気がしない。うん。うん。でちょっと感覚を触れられているところに感覚を集める。はいはい、ああ上がるな。上がる。集まって。その、うん、この少し。例えば今、はい、僕のここ当ててるでしょ。はい、でこう持ってるよね、はい。この触れられているところ、この辺で他は抜く。他ここに集めるようになんか全身を持っていく、うん。だいぶ惜しくなったけど、もうちょっと上に欲しいな。その手とか。そうそう。ああその方が来るな。行くで。はい、おおちょっと上がりにくくなったね。ちょっとまだ硬い。硬い。うん。なんかやっぱ意識が。そう、出力じゃないで、ちゃんと感じる。感じる。ちょっと重い。太ももをもっと軽く。ちゃんとペタってくっつけんねんけど、くっつけんねんけど、柔らかくね。柔らかく。で、この辺とかも。その辺。触れられてるやん、はい、この辺も。はい。おー、怖かった上がら全然違うよ。へえ、分かった。だから、はい、その、真下に落とそうとか、はいはい、その決められたことではなくって、はい、いかに触れられているところに体重を乗せるかね、うん、あ完全に最初は自分をどれだけ重くしようみたいなことで考えてましたけど、うん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 、それやったらやっぱり限界、物理的な限界がある。あるあるある。例えばこう構えてます。はい、で、立て。はい。で、手で押してみて。こうすか。うん。はい。うん。こういったら動くやん。はい。だから、まず、こうあんねんけど、はい、この触れられてるところに、ふっと乗せるのよ。ここに。で、パッと離して。って言っても、持たれてるわけじゃない。その、やってみて。これは喧嘩やん。はい。これ喧嘩やね。はい。ほんなら、力の強いもんが勝つねんな。うん、で触れてみて。でこの触れている時に押してへんやん。ある押してへんやん。あるって感じ。だからものすごい気は使ってる、すごくいってるやねんけど、押し付けがましくはないわけ。できるだけ力抜いてる。だからここでわざわざかな。けど持たれてるわけじゃない。なんか跳ね返っては来てない、うん、なんか壁、ただの壁って感じです。例えば頭こうこれやん。はい、押してみて、はい、なんかすごい弱いやろ、はい、おぉでもなるべく力入れてやってみ。こうそうそうそう、これだけあれなんで、うんうん、はい、こうやろ、はい、普通で、あっ、ね、動いちゃう、はい、こうやろ、こうだから触れられてるとこちゃんと感じて持たれたい。なんか消極っぽいな。お、今言われた瞬間にちょっと、おいかがくなった、いかがくなったそうそうそう、あそうそう、感覚、その感覚、うん、だから、はい、なんかもっと体重をなんかすごい重くするんか、はい、みたいな多分感じだったと思うね、イメージとしてな、はい、よし重くしてやろうみたいな、はい、そうじゃなくて触れられているところに自分の全意識を向ける感じで、他をなるべくリラックスすると、そういう感じにすんねん。はい、で今度、はい、じゃあ例えばこの腕を持ってます。はい、こう持ってます、はい。で、僕が下に落とす。はい、なら、こう重くないやん。はい、これは。これ重くなるでしょ。重くなるけど、どう腕自体は。柔らかいし、なんていうかな、グッていう感じがない。だから、この方が多分な、止めやすいと思うね。はい、これは余裕ですね。余裕でしょ。うん、こうしても持ってられても、だからこの触れているところを変えんと、そこを重くしてるやるんけど、なんかその重みっていうのも点に腕に効くっていうよりも、うん、体に効くって感じある。そうなんですよ、あの膝が曲がるんですね、膝から抜けていくって感じなので、うん、こうやったらさ、はい、なんか踏ん張れる、止めれてしまうやん、はい、だからその持たれてしまうと、うん、
なんか緊張がかかっちゃうから、はい、相手も緊張感ある感じで止めてしまう、はい、でも相手にもたれないでそこを重くしていく。でもこれは実は軽いんですよ。全部の体重を触れているところに感覚していく。まあ今触れてへんけどイメージでやると触れられているところがあります。そこを感じながらここに体重を乗せていってる感じ。こういう感じ。で今度例えば逆でこうあります、はい、ならこう跳ね返すやん、うん、だからそのわかる。この触れられているところにこう普通にこうしたらぶつかるでしょ、うん、だから自分の体はここや、そのまま触れられているところに乗せていく感じでやると、はい、まあちゃんと重みが相手に伝わっていって、うん、まあ、相手が移動するとっていう感じかな。なんかそんな感じ。こんな感じですね。ちょっと、うん、謎が解けましたね。謎が解けた、はい、やっぱバキの世界ってね、うんうん、現実になるんちゃうかと思ってて、うんうんうん、やっぱそれちょっと今日またバキの世界に近づけて、うん、近づけたまたバキの世界に近づけた気がしますね。はい、はい、練習します。はい、はい、この番組が面白いと思われた方はいいねやチャンネル登録をお願いします。